界的に大人気なゲーム、マインクラフト。そんなマインクラフトの動画を投稿しているクリエイターはこの世に数えきれないほどいます。そんな中から個人的に天才だと思うクリエイターを紹介していきます。めっちゃ数絞るな。皆さんも知っているであろうクリエイターもいますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。マイクラに関係している？マイクラプレイヤーとかじゃないんだな。マインクラフトプレイヤーを2名紹介させていただきます。どんな人を紹介するのか気になるぜ。その後、マインクラフトに関わりのある動画を作成しているクリエイター紹介していきます。それでは1人目、ドリーム氏。チャンネル登録者数3200万人以上、マイクラプレイヤーに愛されているドリーム、彼が有名になるまでの経緯を話していきましょう。なんでここまで有名になったか気になりはする。鬼ごっこ的なのは聞いたことある。霊夢の言っている鬼ごっこ、これが彼の人生を大きく変えたと言ってもおかしくないでしょう。2019年ドリームはミネクラフトマンハントという動画を投稿。数人の鬼対ドリームといったもの。ドリームは鬼に倒される前にエンドラを討伐すれば勝ち。ドリームがもし倒されてしまうと鬼に賞金を与えなければならない。逃走中みたいなところあるな。これが見事大人気のシリーズとなる。これはみんなに見てほしい動画だね。スーパープレイを繰り返すドリーム、日本人でも知っている方は多いのではないでしょうか。作業台のやつやってみたとかしてる人いるけど、あれを賞金のかかった鬼ごっこでできるのやばすぎだろ。その場でできるメンタルよな。彼のことをヒカリイカ事件で知った方もいるのではなかろうか。これはショート動画でも取り上げたな。まあエンタメとしては100点だが、マインクラフトを楽しみたい人からしたらたまったもんじゃない出来事だからな。これには賛否両論あるよな。もともとはマインクラフトのスピードランで注目を集めましたが、プレイスロットのドロップ率がおかしいなど、いくつかの不正行為が疑われ、これもまたネットで口論があるみたいですね。記録は取り消されたみたいだぜ。それでも今このように世界で人気になってるからな。一番古い動画ってなんだ？ドリームの一番古い動画は、見た者に刺激を与えるといったもの。刺激？マイクラで少しイライラするようなことない？間違えて原木の皮剥いじゃったり。それめっちゃイライラするやん。そのような通常では行わない行為をあえてする。これが多くのユーザーに刺さり口バズする。今となっては1800万回以上の再生回数となっている。そして今までお面をつけていたドリームも1年前には顔出しを果たしました。これは衝撃だった。しかもめちゃイケメンっていうね。しかしこれもまた批判的な意見もあるみたいですね。これに批判的な意見は受け入れられないね。これはドリームもかわいそうだな。ドリームは YouTube での成功を実現するために過去 YouTube に関わる200冊以上の本を読んだ。そのように発言しています。めっちゃ努力家やん。妹にも決意表明する波だからな。人として尊敬します。どれだけ勉強したら努力が報われるんだろうな。続いてはドリームの深い仲のある人物、テクノブレードについて話していきます。テクノブレードは王冠の被った豚スキン。これが有名ではないでしょうか。チャンネル登録者数1500万人以上、総再生回数は17億回を記録しています。やっぱり海外でトップになるってすごいな。彼は2013年に動画投稿を開始。最初はただただマイクラのプレイを投稿するといったもの。マイクラ実況者って感じだな。特に刺激はないな。その後2017年にハンドルコントローラーでハードコアをクリアした。いきなりとんでもないこと成し遂げてるやん。わ、ハンドルコントローラーでハードコアクリア？意味わからんことしてるじゃん。プレイが上手いからって成功できるようなことなのか。こちらのクリア後、彼は PVP にて名を残す。2019年に海外 YouTuber であるキーンスターの企画、ミネクラフトマンデーという大会で複数回優勝。これが彼の人気を高める結果となる。マイクラで PVP 上手いとかってやっぱりあるんだな。それは絶対にあるでしょ。それにしてもテクノブレードは相当上手かっただろうけどね。彼はすぐ別の大会でも2回優勝している。そして2020年にミスタービーストの動画に参戦。動画の内容はドリーム対テクノブレード、勝った方に10万ドル。そんな金額を疑うような企画だった。10万ドルって1400万円くらい？ PVP で勝った方が一瞬で、こりゃとんでもないさ。そんで結果は？本編見たい方はここで概要欄からぜひ。ここで結果を申しますと、この勝負はテクノブレードが勝利しました。そんなに強いんだ。この一連により多くのファンが増え、彼も大人気プレイヤーとなる。しかし2021年の動画でガンと診断されたことを明らかにした。そんなのってないよ。ドリームはその報告を受け、約2万ドルをガン研究に寄付したそうです。めっちゃ友達重いじゃん。ヒカリイカなんてって感じるでほんまに。しかし治療は成功しなかった。2022年6月30日午後9時29分、テクノブレードが亡くなったことが発表された。こちらの動画はテクノブレードの父が彼について話す動画となっております。こちらの動画でお話ししたチャンネルや動画はすべて概要欄に記載されているので、ぜひ本チャンネルにてご視聴ください。彼は生前アメリカに寄主団体に50万ドル寄付していたそうです。マイクラだけじゃねえじゃん、かっこいいの。この動画を見てテクノブレードを思い出してくれたらよかったです。本チャンネルでもぜひ。続いては個人的に思った、この人天才だろというチャンネルを紹介します。めっちゃ自由じゃん。この人は本当に紹介したかった。マイクラに関係しているわけだし、どんな人か気になりますね。それではお話ししていきましょう。皆さんはアラン・ベッカー氏をご存知でしょうか？知らないな。どんな動画を投稿している方だ？主に某人間を利用したアニメーション動画になっております。知ってる。チャンネル登録者数2800万人超え、総再生回数約73億回、意味がわかりません。しかも投稿本数これだけで73億ってマジ？この方がどれだけこの企画にたどり着くまで時間かかったかわからないけど、長期間考えた末、出来上がった作品でも努力家だし、短期間でここまで面白いアニメを考えるのも天才なんよ。どっちに転んでも最強、サムネイルだけでも引き付けられるもんね。ちなみに僕が彼を知ったのはアニメーションブス。
ミネクラフトこちらのシリーズになりますね。これ本当に面白いから全部見てほしい。そんなに期待上げて大丈夫？もちろん人にはよるかもしれないけど、なんていうのかな、 YouTube やっている身として何が伸びるのかとか、どんな内容だったら面白いのかなっていうのが詰まってる。自分の期待通りの作品。もう動画って言ってないし、こんなただただ字幕と機械音声を流している動画とはちゃうんよ。ただで見れるのがおかしいんだ。彼の一番最初の始まりはアニマティオンブスアニメーション。画面上に棒人間が出現し勝手に動き始めてしまう。これが面白い。初めはマインクラフトの要素はなかったんだな。だって YouTube でも見れる一番最高の投稿17年前じゃん。マイクラ最近15周年だったからそやないか。しかし、今となってはマイクラ使われている動画いくつもあります。めっちゃおもろいんでぜひ、何時間もかけて完成されている動画になりますのでぜひ本編で。こんなチャンネルではとても流せません。とにかくすごいというのをみんなに知らせたかった。十分伝わりました。続いての投稿者は知っていると思う。ほう、そんな自信あるんだ。僕が小学生の時はこれめっちゃ見てた。小学生ってことは昔に流行った？流行ったっていうかおすすめに流れてきたよね。ということで最後はスティルクラフトアニメーションズ氏について話していきましょう。彼を皆さんは知っていますでしょうか？またまたアニメーションなんだな。もしかしてだけどあの学校のやつ？正解です。ヘロブラインが先生役になっていてマイクラに登場しているモブたちが生徒。これが本当に面白くてずっと見てたのを覚えています。始まり方といい BGM といい懐かしすぎるんよな。今のアニメーション技術が進歩しすぎてるから、ちょっと違和感あるかもしれないが、10年以上前ですから。これは本当に懐かしい。なんだっけ、モブたちでバトル的なやつだよね？そうですね。しかも、ちゃんとモブたちの特性が反映されてるの。めっちゃ忠実だね。マイクラやってるからわかるこの面白さ。スライムこんな伸びたらやばいけどな。でもスライムらしいクリア方法じゃん。マイクラの特性もありつつめちゃくちゃな突破方法もある。これぜひ見てください。小学生の頃見てたって方いたらコメントお願いします。意外と早く終わっちゃったな。じゃあもう一つ僕が大好きだったアニメーション動画だけ紹介します。こちらの忍者チャーリーと氏の動画、こちらの方も主にアニメーションを作っているクリエイターさんですが、この一番人気の動画、これ本当に大好き。これめっちゃかっこいいよね。9年前に作られたとは思えない高クオリティ。ヘロブラインという最強の都市伝説キャラ VS ドリードロードという PVP 最強都市伝説キャラ、これのアニメがマジ白熱。これは一回は見てほしいよね。軽い紹介にはなってしまいますが、本当に面白いです。こちらも概要欄からぜひ。ということで5名の方を紹介していきましたが、皆さんは知っていましたでしょうか？やっぱり割と知ってるもんだな。全員有名な方だったしね。久々のロング動画になってしまい大変申し訳ございません。それではまた次回のロング動画で会いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それにしてもやっぱり成功者って全員天才だわ。私たちにはない努力が見えるね。それな。